皆さんこんにちは。今回は6周年で出るフルバーストスキルって何なのっていうことについてちょっと話していこうかと思います。こちら公式生放送で出た映像なんですが、フルバーストスキルを装備している時に、このバースト発動条件が画面の真ん中あたりに出ると思うんですが、普通のバーストと同じようにバースト発動条件を満たして発動すると、そうすると右下のスキルパレットのバースト系が赤く光って、で、フルバーストアビリティの数とかそういうものに応じて追加で発動できるバーストの数が変わってくる感じなんですが、フルバーストスキルっていうのはバースト系、こういうフルバーストとかバーストのバースト系スキルを連続発動できるスキルのことです。で、連続発動できるのはフルバーストスキルか貫突したバーストスキルだけです。だからメモリア小石がめっちゃ必要になります。で、フルバーストのソードスキルだけじゃなくてフルバーストのアビリティっていうものも存在します。で、それの数に応じて連続発動できる数が変わってきます。連続発動っていうのはバースト発動条件満たさなくてもバンバンバーストとして打てるっていう意味です。で、まずフルバーストアビリティの装備してる数とか関係なく、まずフルバースト発動後は装備しているそのバースト系のスキルを一度発動条件を無視して発動できます。で、その後に自分の装備しているフルバーストアビリティとか、そのなんとかバーストアビリティとかそういう数で追加で打てるバーストが変わってきます。で、フルバーストスキルは貫突すると一番最後のバースト発動条件を無視できるようになります。例えばヒーヒーザン風っていうのがあると一番最後の風だけが消えてヒーヒーザンになります。で、多分なんですけどアクセルスキルと同じようにフルバーストスキル自体は限界突破10回しなくても多分フルバーストとして使える感じだと思うんですよ。で、他の普通のバーストスキルは限界突破10回しないとフルバーストとして使えない感じだと思うんですよね。いや、まだわかんないですけど多分そうだと思います。で、このフルバーストスキルのクールタイム中とかあるんですけど、多分覚醒スキルとかアクセルスキルと同じように制限時間があると思うんですよね、フルバーストタイムので。その制限時間が終わったらクールタイムっていう風になると思うんですけど、そのフルバースト中でなくても一応普通のソードスキルとして発動できると。で、そのフルバーストタイムじゃなくても普通のバーストスキルと同じようにバースト条件満たしてバーストとして打てるっていう感じですね。だからこのフルバーストタイム以外はただのバーストスキルだと思っていいっていう感じですね。で、フルバーストアビリティの数に応じて追加で打てるバーストの回数が変わるっていう話なんですけど、これいろいろとごちゃごちゃ書いてあるんですが、例えばこういう装備セットの場合ですね、この左側がソードスキル側、右側がアビリティ側です。で、この FBS っていうのはフルバーストソードスキル、この FBA っていうのがフルバーストアビリティで、この B っていうのはバーストですね。で、このソードスキル側、アビリティ側、これを左側、右側っていうことにするんですけど、この左側でバースト関連のスキルが、これ FBS と FBSOB って書いてあるやつ、これの2枚ですね、スキル2とスキル3のやつ。で、右側、これは FBA でこれバースト系が1枚。なので、左側のバースト系が2枚、右側のバースト系が1枚なんで、左側2枚対右側1枚。なので、この枚数の少ない分だけ追加バーストが打てるんで、少ない方のこの1枚ですね、1枚の1っていう回数分追加でバーストが打てると。だから最初にフルバーストを普通に発動条件満たして打つじゃないですか、1回で。その後にタダでバースト条件満たさずにバーストできると、1回で。その後に追加でこの1回分だけタダでバーストが打てると。で、このコネクトっていうのはバースト発動条件満たすために、入れるのかなっていう感じなんですけど、一番最初のフルバーストの条件だけ満たしたら、あとはタダで打つ分をバンバン打っていくっていう感じだと思うんで、最初の条件満たすためにこれを入れます。条件満たしながらバフをかけていくみたいな
感じですね。でこれが今説明したやつですね。ソードスキル側とアビリティ側でバースト系の少ない枚数分追加バーストが打てるって書いてあります。じゃあ例えばフルバーストスキルだけつけた場合ですね。でまずコネクトでフルバーストスキルの条件満たします。でフルバーストスキルを1回打ちます。その後タダでこのフルバーストスキル1回打てます。で終わりなんですよね。これは追加分がないです。右側フルバーストアビリティがないので0枚なんで。だからこの場合1覚醒でこのフルバーストスキル2回ぐらい打ってって感じになると思います。で次に左側のバースト系が2枚、右側のバースト系が2枚の場合、2枚と2枚で少ない方は2枚なんで、どっちも2枚なんで追加が2回分ということですね。だからまずこのコネクトで条件満たしてフルバーストスキル2のやつ打ちます。でこのスキル2かスキル3のバースト系どっちかをまあタダで打ってます。その後2回追加分なんで、まあ、スキル2とスキル3のフルバーストスキルバーストスキルを1回ずつ打つ感じですね。で多分だけどフルバーストスキルってそのクールタイムが3秒になるとかアクセルみたいなあのクールタイム減少の機能とかないと思うんで、一度打ったらフルバーストのクールタイム待ちになると思います。だからあのフルバーストスキルのクールタイム次第っていうのもあると思うんですよね。で次左側と右側どっちもバースト系が3枚の場合、これは最初の起動のためにまあコネクト入れるんですけど、まあ、例えば裏セットのコネクトでバースト条件満たしてからまあ始めるっていう場合は、例えばこのスキル1のところにモッドスキル入れてモッドでスイッチ打つっていうのもありだと思うんで、まあ、3枚3枚で追加3回なんで、まあ、スキル2スキル3スキル4でバースト系入れて、まあ、追加で3回打てるって感じだと思います。で左側と右側どっちも4枚にした場合、まあ、追加4回ですよね。あのどっちも左側4枚、右側4枚なんで、でそうなるとあのこれだけでバースト条件満たすのが本当に厳しいと思うんで、まあ、裏セットのコネクトかなんかで、まあ、最初の起動バースト条件満たして打ってって感じで、で2回目がタダで打ってて、で3回目から、スキル1、2、3、4がそれぞれ1回ずつタダで打っていくって感じですね。でここからがちょっと難しいんですけど、このバーストタイプ別でフルバーストアビリティのフルバースト中の効果が変わりますってやつ、これがちょっと難しいと思うんですよね。メニューステータスプレイヤー装備って進むと、ここにバースト設定っていうのがあると思うんで、ここ進むとストックタイプとチェインタイプっていうのが出るんですけど、まあほとんどの人はストックタイプでやってると思います。これは今まで通りの、あのバーストタイプですね。今まで通り打っていけばいいっていうタイプ。次にチェインタイプっていうコンボ性の高いちょっと難しい設定があるんですよね。バーストの設定が、これがあのバースト条件満たした後に何か間違って打っちゃうと、それだけであのバーストが途切れるんですけど、その代わりまあうまくはまればあのバーストを連続でどんどん発動していけるっていう、あのちょっと上級者向けの設定なんですよ。すっごいざっくり言うとですよ。ちょっとこれは難しいんで、まあ、多分これ始めたての人とかもこの動画見ると思うんで、あの細かくは説明しないんですけど、もう簡単に言うとチェインタイプが難しい、ストックタイプが簡単、もうそれだけでいいと思います。でまあ今まで通りのこのストックタイプでバーストを打つ場合、フルバースト発動で残り時間がリセットされて、でフルバーストアビリティが増えるごとにフルバースト状態の時間延長って書いてあるんですけど、どれくらい延長されるかはまだ情報が出ていません。でこの難しい方のチェインタイプですね、あのコンボが途切れちゃうみたいな、なんかちょっと下手なやり方にするとね、ちゃんとその属性打つ属性の順番とかあのしっかり考えないとあの失敗しちゃうっていうちょっと難しいタイプの設定なんですが、これをやるとフルバースト枚数が増えるごとにあのフルバースト時のこのバーストのダメージが上がるって書いてあるんですよ。だからこの上がるダメージがどれくらいかでフルバーストの強さが変わるんで、まだあの強いかどうかっていうのがはっきり言えないんですよね。で、6周年からこの
フルバーストスキル、まあ効果ちょっと弱いんですけど、まあ配布なんで、これが配布されます。で、なんかあの公式生放送で、まあこれ配布するんでみんな試しに使ってみてって言ってたんで、おそらくだけどフルバーストアビリティなくてもフルバーストが使えるっていう意味だと思います。まあ最初ね、あのフルバーストアビリティなくてもあのタダで1回は打てるよって説明したんですけど、まあその配布でちょっと試してみてって言ったから多分それが使えるっていうことなんだなって思ったんで言いました。で、まあ6周年でね、新規のフルバーストがいっぱい出るんですけど、あのぶっちゃけ強さ的にはあのモッドのが強いです。あのモッドのが強いっていうのは、あのモッド素材強いの全部揃ってるだったらそっちのが強い。ただバーストは、まあ、少ない必須スキル、まあ、これさえ手に入ったらあとはね条件満たすだけであの高い火力が出せるっていうのが強みだと思うんで、まあ、これ持ってたらね、あの普通に直剣モッドと似たような効果なんで、これは強いと思う。それ以外はちょっとなんか微妙っていうか、まあ、属性もどこで使うんだっていうちょっと使いどころが分かりにくいようなものが多くて、まあ、とにかくざっくり言うと、まあ、これは強いと思う。普通に強いと思うんだけど、まあ、それ以外はちょっとまあ威力的には微妙。まあ始めたての人からねするとまあ強いって思うと思うんですよ。うわーこれ強そうみたいに思うと思うんですけど、まあある程度強い人からしたらなんか微妙じゃねみたいな感じですね。まあこういう属性がね弱点のソロカオスが来たらまあ使えるなっていう感じのやつもありますけど、あとはね多分だけど6周年出たての頃はフルバーストアビリティがこれしか出ないと思うんですよ。で、これしかも、7枚、8枚か、多分新規ピックアップ8枚で出ると思うんで、このアビリティを当てるっていうのが、すごく難しいと思うし、当てたとしても効果がすごく弱いんですよ。で、このフルバーストスキル自体の性能ってちょっと、全部揃ってるモッドに比べると微妙だし、このアビリティまで入れちゃうと、まあ、威力が劣っちゃうのかなっていう感じがするんで、これから強い効果のアビリティが出るかどうかで、まあ、変わってくると思います。まあこういう感じでね、あの覚醒スキルが減っちゃうんですよね、あのフルバーストアビリティいっぱい入れると。まあここの1枚はパワーライズとか入れると思うんですけど、まあそういう感じでフルバーストアビリティいっぱい入れると覚醒率下がっちゃうっていうのもあるんで、まあその枚数が増えたとしても、まあ、どれくらい入れるかっていうのはやっぱ考えないといけないかなって思います。で、まあバーストスキルってあのバースト値のブレイク値が高いものが多いんですよね。だからあのフルバースト時ってやっぱバーストアビリティいっぱい入れればあの連続で発動していけるんで、なんかブレイクとかやりやすいのかもしれないですね。あの例えばギルランとか、まあなんか最近のカオス討滅戦はあのブレイクタイマーが終わるのすっごい早いんで、そういうブレイクタイマーのブレイクはきついかもしれないけど、まあブレイクゲージの方ですね、ゲージいっぱい貯めてブレイクする方は、まあもしかしたら無敵時間も増えるしやりやすくなるんじゃないかなと思います。まあ無敵時間増えるんで、もしかしたらねカオススティーグとかもね、あのこれ全体攻撃だしね、もしかしたらできるかもしれないですけど、まあ最近のねカオス215とかはね、あのブレイクゲージのやつね結構ね大変だったりするんで、まあこういうねバーストスキルいっぱい打って、まあ、ブレイクするっていうのも、まあ、できなくないのかなって思います。あとはまあ無敵時間が増えるんで、まあタンクでももしかしたらあの使えるかもしれないですねわかんないけど、なんかいいバフとかデバフが出たらね、もしかしたらまあフルバースト打ちまくって切り抜けるとか、そういう方法ももしかしたらできるかもしれないですね。で、まあフルバーストスキルってあのクールタイムが減少するとかそういう機能がないんで、あのアクセル中にフルバーストすると、まあ1回打ったバーストもクールタイムが回復して、もう1回あのタダでフルバースト打てるとか、まあそういうこともできるのかなってちょっと思いました。まあ、あとは覚醒中にフルバーストできるのかなって思ってる人いっぱいいると思うんですが、多分だけど覚醒中にフルバーストできると思います。いやまだわかんないけど多分できると思う。このねフルバーストアビリティのシリカね、あのハイバトルヒーリングが入ってるんですよね。
ってハイバトルヒーリング入ってるってことは回復しちゃうんで、これと相性悪いんですよね。 HP 少ないほどとか、まあ、あとは例えば闘魂ブローみたいなあの HP 少ない時に効果発動するやつとかつけてるとちょっと相性が悪いんで、まあ、ただあのこういう HP 依存斧とかね、 HP 残ってるほど強いやつとなんか合わせて使うんだったらいいけど、まあ、この新規シリカ1枚持っててもそれでも、まあ、ちょっと使う場面が限られるんじゃないかなって思いました。あとはスキルリリース使えるかどうかですけど、まあ、それもちょっと情報出てないんで分かんないですが、多分だよ、多分だけど使えると思います。いや分かんないけどね、使えると思います。まあ、なんかフルバーストってなんかバーストっていう名前ついてるから、なんだ二刀流かって思う人もいるかもしれないですけど、多分なんか二刀流はまあ来ないんじゃないかなって思います。まあ、キリトの特権みたいなところもありますけど、まあ、なんかもう出ないものと思ってもいいかもしれないですね。いや分かんないけどね、分かんないけど。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。